バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイトカチの提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分、ジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬、唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えする番組です。馬券的中のお手伝いも頑張っていこうと思ってますよ。今年の桜前線は例年よりもだいぶ早く北海道に上陸しましたけれども、日中は暖かいんですが朝晩気温が低くてですね、桜もツツジもちょっと寒そうです。皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。さ、馬券の花も咲かせたいというところで、レースの解説予想は十勝毎日新聞社営業局企画事業部の桜井陽介さん。なんだかいいことあったそうですね。はい、ちょっといいニュースがありまして、元気いっぱいの桜井です、うん、よろしくお願いします。いい感じ。何があったんでしょうか。あ、今言っちゃっていいの。いいですよ。言いたいでしょ。あのね、うん、この間ね、26日の勝ち前見た方結構いると思うんですけども、はい、25日に、チーズのね、盛り付けの技術の日本一を争う、はいはい、フロマジュジャパン選手で、ねはい、2021でね、はい、優勝した永原千里さんって十勝からなんですけど、はい、あれ僕十勝に5人しかいない友達の中の1人なんですよ。いやーすごい。ディレクター入れてシータちゃんと私とその方と4人でしょ。そう、うん、大体もう埋まっちゃったね。はいはい、全然増えてないんですよ。でもあのね、これ競馬で言えばね、日本ダービー勝ったようなもんですよ。すごいでしょ。ね、チーズのもう世界で今度9月12、13にフランスの世界大会に行くってことはね、まあ、競馬で言えば凱旋門賞に行くようなもんなんで、ちょっとめちゃめちゃ応援しちゃってるんですけども、なんか気持ちはすごく持ち上げてる気持ちはわかるんだけど、うん、何でも競馬に例えちゃうんだよね。そうです ね、まあ、ね、競馬の番組なんで、うん、馬さんということで永原さんすみませんでした。でも友達とか知人がね、そういう活躍があると嬉しいですね。そうですね、うん、パワーをもらいました。ね、今週もだからそのパワーをもらって馬券が出ていきたいと思います。そこに乗っかっちゃうんだ。はい、はい、そしてそんな私たちを引っ張ってくれるバンタマジョッキーの、ジャガの馬女 DJ 小西シータちゃんです。食べ物の話題だったので非常に入りたかったのですが、まだ紹介されていなかったため入れなかった小西シータです。よろしくお願いします。何喋りたかった食べ物。チーズの盛り付けが世界一なら、うん、食べるのは私が世界一だと思ってたんですけど、スピード、まあ、スピードそう、速さ、はい。何チーズが好きですか。私は実はブルーチーズが好きなんです。あ、一緒、はい、ブルーチーズってなんか苦手な人が多いんだってって言われて渡されて、うん、じゃあ私は絶対美味しく食べてやるって思って食べたのが初めなんですが、うん、本当に美味しかったので結構好きです以来。桜井さん、東京からこっちに移住してきて、トカチのチーズについてはどう思いました。まあ、僕去年もね、ちょっとチーズの仕事もしてたので、うん、やったんですけど、日本人の口に合うから外国で食べるより全然美味しいですね。トカチのチーズってやっぱ世界一なんじゃないですか。もちろん、うん、たくさん受賞してるね、チーズ王国と言ってもいいと思うし、うん、はい、ヤギのチーズもあるしね。そうですね、あれだけ牛さんがいっぱいいるから、うん、いい乳いっぱいね出して、いいミルクからいいチーズが生まれてるんじゃないかなと勝手に想像してます。そうだね、なんか今日飛ばしてるよ桜井さん。いやー、止めなきゃ。止めるんだ。どっかで止めなきゃ。はい、はい、止めてください。はい、今週も30分その勢いでいきましょうか。はい、はい、ではコマーシャルの後は4月25日の万栄競馬メインレース青馬特別を振り返ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。前残り20、6番甲子半回戦頭だが、9番北勝馬さん並んでかわした。それから北野裕次郎、3頭広がった、あと10、わずかに出る9番北勝馬さんでいきます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイトたち。オッズパーク。ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい。オートです。いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ。帯広競馬場十勝村。
バンバ魂。それでは4月25日日曜日、万栄競馬メインレース青葉特別、振り返ります。人気となりましたのは3番雲海大将、5番インビクタ、7番甲州晴れがしと人気を集めました。私たち3人の馬券レースもスタートとなりましたが、結果はどうだったでしょうか。それではまず実況をお聞きください。帯広メイン10レースは青葉特別スタートしました。 H 混合の一戦、外詰め7頭、駒さんブラック少し後ろ、他6頭第一障害、インビクタ、そして甲子晴れがしが前と言っておりました。駒さんブラックも追いついて一段で全馬一障害降りています。下って7番甲子晴れがしが先行します。内から1番 J エースが上がってきました。まだ止まりません。 1,2 障害中間過ぎています。前は5番のインビクタ止まって、内4番ゴールデン風神、2番コマさんエース雲海大将、そして6番コマさんブラックゴールデン風神。さあ雲海大将が先頭で2障害手前、前半46秒で来ています。一息入って3番雲海大将行った、そしてインビクタ、甲子晴れがしい、内からは1番 J エース、各馬の挑戦、3番雲海大将まず降りた、5番インビクタ2番手、その後2番コマさんエース上がってきました、3番手で降ります。それから6番コマさんブラック、7番甲子晴れがしい、その後 J エース、第2障害降りました。前まもなく残り20メートル、3番雲海大将先頭、2馬身のリード、5番インビクタ2番手、4馬身後ろ、2番コマさんエースにじわりコマさんブラック甲子晴れがしい、残りわずか、3番雲海大将です1着、5番インビクタが2着、その後3番手6番コマさんブラックが上がった。25日日曜日のメインレース青葉特別の実況をお聞きいただきました。というなんだか気持ちの良い走りでしたよね、桜井さん。雲海大将強かったですね、圧勝でしたよね。当日僕パドックで見てたんですけども、馬体がピカピカだしね、筋肉もりもりで、いや本命じゃなかったんだけど、これ今日はこれに勝たれちゃうなって、後講釈だけども思っちゃいました。本当にね、本当にレースで強いところを見せてくれましたよね。もうなんか圧勝というか快勝、なんかもうね、気合いも入れないでも持ったままっていう感じで、そうだね、もう積極策で行ってそのまま押し切っちゃうレースだったんでね、それに引き換え僕と、小西シータちゃんの本命の J エースは、そうね、そっち、マイナス61キロだったんだよね。ちょっと パドック見てても細く見えたし、何より安倍ジョッキー、ジョッキー押しって言ってたけど、選手が、初日2日ゼロショート絶不調でしたね。ああそうだったんですねそっち言うの、あらそっか、やっぱじゃあそれに機会に島津ジョッキーとかね、すごいはもう初日ガンガン勝ってたし、ちょっとジョッキーのね、いいところを見間違えたかな、相場に乗り遅れちゃったかなってところがありましたね。島津新騎手は去年もだけど春先とか重賞結構勝ってるんですよね。去年7勝してます ね重賞強いですよね。ミノルシャープでだいぶ稼ぎましたから ね選手の去年ね、はい、と思うな。でも本当に雲海大将の走りは最高だったような気がします。で明日で今日ね、今日これから出るんですよ。10レースのメインレースに出てくるんで、反省はもうおしまいでいいの？うん、あいいの、まあ、反省終わったんですか。ちょっと待って、あら結果言いますね、はいはい、一応言っときますよ、青葉特別の結果です。1着3番雲海大将、2着5番インビクタ、3着6番コマサンブラックという結果です。配当です。単勝は3番で290円、馬単で、3番5番930円、馬服で、3番5番の620円という配当になりました。1番人気を集めました雲海大将が人気に応えて1着という本当に軽快な走りを見せましたという結果です。杉山さんの甲州晴れがしどこにいた？どこに行っていましたよ走ってましたよ。そう、3番人気で7着ということだったんですよ、いたんだよ、はい、どの馬も頑張って走ってますよ、厳しい
門出になりましたね。そう、あのね、春に強い人、ゆっくりペースを上げていく人、はい、いろいろいますからね、うんうん、っていうで、はい、私たちこれ、はい、一応ね、あのパドックを見る前に、うん、もう予想しちゃってるじゃないですか。 そうですね、はい、そうすると桜井さんはレース前に競馬場に行くと、うん、パドックを見てすぐね LINE を入れてくるんですよ。あら、でこれもね、雲海大賞いいよ、初の雲海大賞だよでしょ、後講釈じゃないでしょ、ちゃんとなるほど、いちいちねパドック見てね、はい、なんだかんだつぶやいてくるツイッターにみたいにされてるってことですか。あ、そうなんだ。先週でもね、僕金土日どっちも3日間連続で行きました。はい、そうなんですね。大賞記念プレゼントとか当たったのも、はい、メモロボブサップマグ当たっちゃったんで、あら、はい、もう使ってます、早速。いいじゃないですか満喫してるよ ね、 ね、まあ、あの青葉特別の反省はほとんどなく、さっさと流してしまう感じで、はい、よろしいのでしょうか。全員マイナス3000円からスタートですね。そうですね、はい、ディレクターもいいよということなんで、では続いてのコーナーです。万英疑問尋問、桜井さん教えてひひでは続いては万英競馬についてのさまざまな疑問に解説の桜井陽介さんが答えるコーナーです。もちろんリスナーの皆さんからの質問にもお答えしますので、メールで送っていただきたいと思います。ベリーグッドな質問には人参が3本、ふむふむな質問には人参が2本、そして1本というふうに人参3本に値する質問をくださった方には、ジャガバンバ魂からちょっとしたプレゼントをお送りするという。あら、何かいいものが送られるんですね。ちょっとしただよ、うん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 、いいの送りたいよね。そうですねということで、さあそれではシータちゃんの質問いきましょうか。あ、はい、そうですね、今日はあの初回になりますので、皆さんからのその質問募集としては初回になりますので、はい、私が、プレーオープンとして出走します。出走しパラパラパラ、どうぞ。はい、ですね、馬券のあの買ったお金についての質問です、桜井先生。はい、まああの私たち毎週3000円ずつ、うん、使って、で1月から3月までで、まあ、計4万2000円分みんな購入したことになってまして、まあ、私は1人だけマイナスで、まあ、結構いっちゃったんですけども、その私のマイナスの負けたお金っていうのは競馬場ではどのように使われているんですか。あの人参代とかになっているんでしょうかっていう質問です。はい、はい、じゃあ2人参ぐらいかな、これはな、2人参ぐらい、はい、はい、うん、あのいい質問ではいいと思います。それで結構気になってるねお客さんも多いと思うんですけども、うん、あの負けた金額っていうんじゃないんですよこれね、はい、もう買った瞬間から、実は約 25%、うん、あの引かれてる。だ例えば100円でいうと100円のうち75円は配当に回される、おその取り合いをしてるんです。なるほど、は、はい、であとの 25%、 約 25% 約だよね、はいはいはい、あくまで約 25% なので 10%、 約 10% は国庫に入ります。国の税金、国の税金に入ります、はい、であと残り 15% が賞金だとか、運営費、はい、あの競馬を開催するための費用として使われるんだけども、うんうん、まあ、その中の 15% の中には地域振興に使われたり、うんうん、あと、まあ、競馬なんでね畜産振興に使われたり、おであとねそれ最近ではねやはりコロナの、ね、対策費なんかでも一部使われたりしてるんで、そうなんですね、このお金はね馬券買うと買えば買うほど皆さんに役立っている。へー、なので、うんうん、本当に、ね、いっぱい買ってください。買えば買うほど皆さんに役立ってるってことになるので、うんうん、あの競馬実はいいことなんですよ。ほうほう、ね、確かにイメージでこうお金かみたいなこうイメージが私も前は先行してましたけど、あの競馬を通して、お金の流れとかをよく見てみると実は私たちも地域貢献できているっていうのが分かるっていうことですね。そうですね、はい、僕なんか相当地域貢献してますあとね、よく言われる質問される、多分初心者の方に質問されるんですけど、全レース 全通り買えば、大きな配当が出たら当たるんじゃないかって言ってるんですけども、はい、全レース全通り買っていくと、はい、まあ、最終的に 75% しか払い戻さなくに近くなってくるっていう、あーそうか、うん、理論値としてはね、そうなんですね、 25% 取られちゃってるので、ね、はい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 、その技はあんま使わない方がいい。そうですねなるほどということで、はい、桜井さんの答えに3人陣ぐらいあげようかなと。はい、本当ですか。あれ何かいいもの、インテレクターに聞いて、はい、さっき言った通りね、運営費の中に入ってるから、はい、例えば賞金、まあでもそれは
人参代は入ってないかな。人参代はまた馬主さんが払う、あの予約費とかも入ってるんで、そういうこのお金はどこに行くんだろうっていうのは馬券勝つとね、ちっとも考えないんだけど、はい、負けるとついつい考えちゃうこの金はどこに行ったんだろう。はい、ね、そうですね。じゃあ地域貢献をしたということで、そう思えばいいのかな。いい、それに、賞金にもなるし、賞金もね、大間さんの賞金になるわけだから、じゃあそうまとめよう、はい、ということで今週はシータちゃんからの質問に答えました。皆さんの質問疑問をどうぞお寄せください。メールでどうぞ、jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。よろしくお願いします。ではコマーシャルの後は5月2日日曜日のメインレース、重賞第15回バンエイト勝ちオッズパーク杯の展望と予想です。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、前残り20、6番甲子半回戦闘だが、9番北勝馬さん並んでかわした。それから北野裕次郎、3頭広がった、あと10、わずかに出る9番北勝馬さんが行きます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オッズです。いつでもどこでも楽しめ。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパー。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場、十勝村。バンバ魂。さあ、今シーズン最初の重賞レースです。バンエグレード2第15回バンエ十勝オッズパーク杯、5月2日日曜日20時10分発走の予定です。ではまず出走馬ご紹介します。1枠1番ミノルシャープ島津新太、2枠2番コマサンエース金田力、3枠3番ダイリンファイター赤塚健二、4枠4番青のブラック藤野俊一、5枠5番目白剛力西健一、6枠6番北野裕次郎菊池和樹、7枠7番ゴールデン風神村上明、7枠8番コマサンブラック西翔太、8枠9番目室ボブサップ阿部武富、8枠10番松風雲海藤本拓海というフルゲートになりましたね。桜井さん、素晴らしいメンバーですね、先週金曜日行われたスプリングカップと日曜日僕らも予想した青葉特別のメンバーが揃った、まあ、フルオープンのメンバーですよね。そうですね、はい、見どころこれどこにいますかね、これ小西シータちゃんが好きな馬いっぱい出てますよね。いっぱいいますね、はい、まあこれはねやはり、メムロボボザップアオノブラックというね5歳馬が、コバに本格参戦する今季、まあ、初の重賞ということで、まあ、コバの古豪たちとねどれだけ戦えるか、ここに出て、まあ、一戦級だと北勝勝以外みんな出てきたんじゃないかな、そういうイメージのレースだと思いますね。最初のシーズン最初の、ね、重賞レースのメンバーとしては、いい感じですよね。相当注目のレースですよ、このレースは ね、はい、私たち番組前の私たちそれぞれの予想もシータちゃん一番時間かけてましたよね。そうですね、はい、ね、ゆっくり聞いていこうと思いますが、はい、まずその前に、1日土曜日十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想も見ていきたいと思うんですが、まず1番グリグリなのは青のブラックですね。4番青のブラックに印、次に、8枠9番メムロボブサップ、続いて、6枠6番北野裕次郎に目白剛力ミノルシャープというふうに印がついています。コメントとしては、青のブラックの今季初戦となる、前走のオープン特別スプリングカップは障害先に降りて後続を寄せ付けない強い内容、先シーズンは重賞競争を8戦3勝2着2回3着1回と抜群の安定感でオープン上位に躍進したとなってるんですよね。青のブラック強かった、見てたけど、初めてメムロボブサップと同金量で勝ったんですよね、今まではメムロボブサップに勝つときはメムロボブサップがちょっと20キロぐらい重かったりしてたんだけど、同じ金量で勝って、しかも圧勝だったから、まあ、その勢いで1週間後なんで、まあ、当然これ青のブラック人気になりそうですよね今回もね。
天気馬場の状態としてはどうですか。金曜日ね、昨日金曜日結構雨降ったんで、うん、今日はちょっと晴れね、あの天気も回復してきてるけども、そんなに先週とはちょっと条件変わってくるんじゃないかな。気温が上がりきれてないから思ったよりは乾かないのか、うん、かどうですかね、うん、その辺はちょっと明日になってみないとわからないけれども、うん、先週とちょっと条件が違って先週の着順通りとはにはならないんじゃないかなっていうのが僕の予想、はい、そんな予想の詳しくいきましょうか。それでは桜井さんの予想をどうぞ。はい、はい、これね本命北の裕次郎なんですけど、うん、僕1点にしました、うん、ワイド、メムロボブサットの6球1点3000。馬服じゃなくてワイド、いろいろね考えたんだ。なんか一点買いで強そうなんだけれどワイドにしてるっていう。そう、実はこれね青のブラック僕はね外したかったの。で、あの3連覆にしたら青のブラック買わなきゃいけないから、うん、だから、もうワイドで青のブラックが飛んでくれたらちょっと入って上がるんじゃないかなっていう。なんか変な考え、はい、まあこれね、簡単に言うとやっぱりちょっとスピード戦になると思って雨で馬場が閉まって多少閉まってる馬場だったら北の裕次郎とメムロボブサップっていうのは強いから、このスピード戦でこの2頭が、まあ、3着以内にこの2頭入るんじゃないかなっていう考え。ただねメムロボブサップ先週全然仕上がってなかったからどれだけ、あの状態出てきてるかっていうのが心配ですね、はい。なんかもっともらしいんだけどね、うん、ね、当日になってパドック見たら違うこと言ってくるんだよね、ね、っていうのありますけれども、はい、ということで目は目はそれで確定ですね。そうね、ワイド6球3000円1点、はい、乗ってくださいそれに何名のリスナーさんが乗るでしょうか ね、 ね、さあシータちゃんどうですか。はい、私は悩みに悩んだんですがやはりメムロボブサップ君が出ているならば本命はメムロボブサップ君にしなければならないと思っていますので。一途だよね、はい、私はメムロボブサップ君を応援します、はい、メムラーとして。なので、本命は9番メムロボブサップなんですけど馬服にしました。で相手が1番ミノルシャープ、これは私が万栄記念で応援した馬ですね。で4番青のブラックはあのやっぱり永遠のライバルということで外せないかなっていうので入れました。あとは6番の北野裕次郎ですね。これは菊池ジョッキーっていう気持ちで入れましたどういう気持ち、はい、ちょっといろいろ迷ったんですけど最後はジョッキーで決めました。最近ジョッキー買いするよね。そうですね、ジョッキー買いという、ね、はい、ただ最近気づいちゃったんだけど今日僕は一応北野裕次郎本命なんだけど、はい、メモボーサップも本命ね、うん、両方なんだけど僕と小西シータちゃんがね、はい、本命かぶったって大体来ない。先週もそうだったけどちょっとちょっとなんかまるで私のせいのように言うじゃないですかそんなそんなことない。バンエキネもミノルシャープだったでしょ。自分は当てれるのにこのおかしいな。そのパターンだからあのリスナーさんもねやっぱそういう時はやばいよと、はい、あのちょっと考えてください。あれれなんか誰についてっていいのっていうね。そうですね、一番この頼りない私の予想なんですけど4番の青のブラックからいきます。なぜかというとあのねこう紹介してるんだから金太郎さんの言うこと聞いてみようかなと思ってるんですよね、うんうんうん、いや普通に考えたらあのブラック一番強いですよ今は現状では言い方ね、はい、私は金太郎さんをちょっとね言うこと聞いてみようかなと思ってね、二重丸だから青のブラックからもちろん行きますよ、うん、相手があの1番のミノルシャープに行きますね、はい、やっぱり北斗賞旭川記念万栄グランプリと、うん、先シーズンね重賞勝ってますよね。ちょっとずつ、まあ、万円記念も5着だったけど先週もね、うん、ちゃんと追い込んで3着来てたし、うん、だいぶ復調してきてますよね、はい、自力はあると思うんですよね、うん、それがまあ状況によると思うんだけれどもそのミノルシャープの実績を信じていきたいと思うんですよ。そして5番の目白剛力いきます。目白剛力も北見記念勝ってるんですよね。先週2着かな結構いいレースしてた。そう、うん、バタイム良かったいいでしょ、うんうん、というところに目白剛力行ってもう一頭がね北野裕次郎行きますね。北野裕次郎やっぱり外せないかな。あれ万栄記念、うん、先シーズンの万栄記念でいいレースだったでしょ、うんうん、まあ、あの今のこのメンバーだと一番横綱格ですよね北野裕次郎がね、うん、はい、まあねドヤ顔で言ってるなんだかよくわかんないけど、はい、なので4番の青のブラックから目としてはあの私は馬服で行きます。14,000円、45,000円、46,000円というふうにいきます、まあ、先シーズンチャンピオンですからね杉山さんはね、うん、またドカッと当てるんじゃないでしょうかね、はい、どっかでね、うん、私もほらウサギと神でいけばねどっちどっかでね
なんかね大きな貯金をあと楽しようという、はいはい、ダメな人だよね。いやまあわかんないですけど、まあ、先週が私たちスタートして3000円みんなマイナスでした、はい、なので、最初の重賞レースからちょっと勢いつけていきたいと思いますよ。今週誰か当たってほしいね。うん、はい、誰かでいいの？誰か自分とりあえず誰か当たった方がいいですよね、うん、そうね番組的に、うん、まあ、そういう感じにいきましょうね皆さん参考になるでしょうか。よろしくお願いします。さてそれではですね、ここでバンエイトカチからゴールデンウィークイベントのお知らせです。まず来場者先着プレゼントです。2日日曜日と3日月曜日の祝日ですね、先着で焙煎あずき茶のプレゼントがあります。2日日曜日は13時から先着500名様に、そして3日月曜日の祝日は10時15分からと、ここでは200名様に、そして12時30分からは500名様ということで、焙煎あずき茶のプレゼントがあります。2日と3日ですよ。そして帯広競馬場内ふれあい動物園缶バッジプレゼントのご案内です。2日日曜日と3日月曜日祝日の2日間です。園内で販売している人参を購入していただいた小学生以下のお子様に缶バッジをプレゼントします。2日3日両日先着100名様、人参は100円ということです。シータちゃん時々買ってね、馬にあげてるんだよね。そうです、ということですそしてもう一つあります。これね、桜井さん絶対行くと思うんだよね。春のレジャーグッズお楽しみ抽選会です。こちらは2日日曜日1日限りですからね、ご注意くださいね。何が当たるかと言いますと、特賞は折りたたみ自転車、 A 賞ミニ冷温庫、 B 賞アウトドア用カセットコンロ、 C 賞 LED ランタン、 D 賞アウトドアバックチェア、 E 賞バンエートーククッショントートクッション、F 賞帯広競馬場内キッチンバンエのお食事券、 G 賞バンエハンドタオルと合わせて151名様に当たることになっていますよ。欲しいな自転車欲しいの？欲しいな自転車欲しい。桜井さんがここここって指さすか何かなと思ったら、はい、自転車、うん、自転車で今自転車通勤なんでね、新しいの欲しいなと思ってますえ、もう馬券当てて買ったらいいのに、はい、ね、この抽選会ですけど、応募用紙はですね、2日日曜日入場門で先着500名様に配ることになっています。その応募券を持って1時から3時20分の間です。応募券は入場門で先着500名様に配ります。それを1時から3時20分までの間、インフォメーション横または南側広場の大型テントにお持ちください。締め切りは、その後すぐに抽選発表となります、ね、イベントたくさんありますね。先週盛り上がってましたよ、抽選会でしょう、はい、僕も行きます、また今回も本当に自力で当てるからね桜井さんねえ、番組では皆さんからのご意見ご質問も募集しています。万英競馬の疑問、馬券の買い方など何でも結構です。いただいたご意見ご質問は番組内でご紹介させていただきます。メールでお寄せください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。お待ちしています。ジャガバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送をお聞き逃しの際は YouTube、ポッドキャストでお聞きいただけます。次回のバンバ魂は5月8日土曜日午後3時30分からです。バンエグレード2第14回カーネーションカップの展望と予想をお送りいたします。ジャガーバンバ魂、お相手は杉山悦子と桜井陽介、小西シータでした。また来週です。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト価値の提供でお送りしました。